皆さんこんにちは。富士日本語学院の千佳先生です。今日はドアや窓の開け方と閉め方について紹介していきます。まずはここ部屋の窓です。あそこの窓を閉めて。これ日本人がと思ってしまいます。これだと鍵を閉めることができないし、しっかりと閉まらないですよね。窓を閉めるときは鍵の場所をよく見て閉めましょう。そしてカーテンも開けたらそのままにせず、くるっとまとめておくと綺麗ですよね。ここの窓には網戸がありますよね。この網戸を使えば虫などが部屋に入ってこないようにすることができます。暑い時窓を開けても虫などが入ってきてしまわないようにこの網戸を使いましょう。次にここはトイレのドアです。毎日開いています。トイレは綺麗なところではありません。日本ではトイレに入る時や出る時は必ずドアを閉めましょう。次にこの部屋、ここは和室と言います。和室の部屋のドアを襖と言います。襖を閉める時もバラバラではなくきちんと閉めましょう。ここは押し入れです。押し入れを開けたり閉めたりする時もこれではダメです。ここに開けるところがあります。そこを使って開けたり閉めたりしましょう。そしてこの障子、皆さんの国にはありますか？この障子は紙でできています。穴が開いてしまったり破けてしまうので注意しましょう。今日はドアや窓の開け方と閉め方についてでした。それでは皆さん、また会いましょう。